はい、来ました。演者道名古屋バージョン。今日はこのイレブンベースさんにお邪魔してます。ここでどんな強者、どんな癖者と会うかが楽しみです。ではでは、どうなるか。左に参ります。お前の棒読み、すぎるわ。あなた、一言も喋んない。どんな化学反応を起こそうとしたのか。入らないあ、そう。ちょっと、ちょっと。演者道。今日は、はい、名古屋パート。名古屋パート。誰お前。いや、令和の豚こと宮崎隆久です。よろしく。今日はなんか審査員として参加するらしいので、はい、名古屋といえばお前だからな。はい。まあ頑張ってください。もうビシバシいきますよ。おっす。おっす。というわけで皆さん呼ぼうか。はい。お。カモン選手たち。おっす。おっす。はい、いらっしゃいまし。よし。よし。おっす、おっす、おっす。おっす。なんでお前俺より偉そうなんだよ。令和の豚だもんで。おっす。ちょっと怪しげな人も来てますね。おっす。てかみんな怪しげだよ。あらららら。元気ども。メンツ見るとすごいちょっと。ね。色とりどりだ。色とりどり。女性も混ざって。ヒョウ柄女子とか。あ、その二組がちょっと好きになる。じゃあというわけで、はい、山口さん、あ、山口さん、はい、山口智也さん、はい、この何にも書いてないとか、いや日本統一だけかよ。芝居で今後どうなりたい、人の役に立つ、嘘つけ。いや本当です。私は全く演技とか、そういうの無縁で、ずっと18から建築業でずっとお仕事してまして、あ、もうがっつりと会社名に入って、あ、すいません、宣伝の、はい、もう株式会社 T 何 TSR の TSR だそうです、はい、宣伝してあげて、はい、よろしくお願いします。あと宣伝料取りますから。本当に言うね、もうすぐお金だから、もう最後尾で来た以上、そういうことだからね。そういうことですね。演技とかも全く全然分からなくて、で、まあ、そのどういう演技がいいとか、どういうのが苦手っていうのも全く分からないものですから、そこはちょっと期待してます。大丈夫です。いじり倒しますんで。ありがとうございます。よろしくお願いします。続きまして、ラオウ、はい。ラオウだぜ、お前、はい。本名らしいです。はい。本名です。なんか芸歴とかある？去年の11月まで、力士をやってました。相撲。去年の10月まで。11月まで。はい。ってやつ。あ、そうです。どこまで絞らんの。太った人の。お芝居とか興味ある。そうですね。ちょっと挑戦してみたいなと思って。はい、じゃあ思う存分。はい。じゃあ張り手で。あ、そうです。いや、それは何の芝居になるかわからないですからね。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。今回の出演者は山口さん。はい。お願いします。おっす。ラオ。よろしくお願いします。うん。ということで、お題を言います。はい。タクシーの運転手さんです。はい。で、タクシーを拾うお客さん。はい。で、あなたは急いでます。はい。とっても急いでるんですが、全然違う道を進む、自分が思ってる方向じゃない、なんでそっち曲がるのとかっていうようなことでクレームをつけて、でもそれが一番正しいと思ってる運転手、はい、の口論、はい、やり取り、もうどうなっちゃってもいいですし、何でもいいです、とにかく楽しんで、はい、やるとこから行きましょうか、はい、でまずラオウ君はこう拾うとこから行く、私はずっと建築業を営んでますが、全く演技演出というものに関しては全く無知で、まあ、今回こういうお話をいただいて、まあ、ちょっとあれだな、自分を見出せるかなと思って応募しました。日本統一、演技経験はゼロで、はい、興味があって演技に何の挑戦でやってみたいな、
印象残れたらいいと思います。やってみようか。はい、大丈夫かなこの二人。なんか怪しい気がしますね。なんか出してください。というわけで、じゃあ行きます。楽しんで。はい、はい、行きます。よーい、はい、はい。ガチャ。あ、よし。どちらまで行かれますか？名古屋駅まで。名古屋駅まで。わ、はい、かりました。はい。まるまるタクシーの山口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、発信しますんで、シートベルトお願いします。はい。あれ違くないですか、そこ。え、どこですか？そこ曲がるとこじゃないんじゃないですか？いや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 、この道、お客さん、この道、混むもんですから、え、もう、この方向が正しいんですよ。全く反対。いや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 、お客さん。もうこれが正しいんですから。もう私任せてください。え？あ、ちょっと右折しますね。ああ、右折するとこじゃないですか。いやいやいや、これ早いんですって。真っ直ぐ行くとこですよ。早いんですよ。お客さん言われる道は工事してますから。え？ええ。この道一番正しいんです。はい、お客さん、ちょっと停止しますね。お客さん、この道間違いないですから。任せてください。そこをちょっとやめてくださいよ。いや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 、これ、はい、発信しまーす。発信しますよ。車内の温度は大丈夫ですか？いやいや、そこじゃないでしょ。大丈夫ですか？いやはい、左参ります。左参ります。真っ直ぐでしょ。え？はい、到着しまーす。はい、ありがとうございます。はい、3万7千円です。そんなかかるわけないやん。え？おい、もう完璧だな、これ。完璧、完璧。今見た？おい、ボケたって最高。何やねん。前の棒読み。棒読みすぎるわ。じゃあ山口はいいでしょ、まだ。ま、山口はまあまあね。まあいいけど。まあいいけど、ブルーはいらない。もうコート見せられたよ。芝居じゃない。ブーはいるよね。ゼロだろ、ブーは。芝居じゃない、コントだわ今。コントじゃない。コントも芝居だから。まあまあまあいいんだけど。まあ、じゃあ、はい、入れ替えましょうか。はい、よし、いや、行きましょう。はい、ラオウ君大丈夫かな。ちょっとものすごく丁寧な安全運転をする運転手。はい。それで、あなた。一言も喋んないで。ああ、わかりました。うん、ずーっとこうやって。それに対する一人芝居になります、ね。わかりました。どんな化学反応を起こそうとしたんだ。わかる。もう、わけわかんない。ブーン、ブーンなしね。ブーンなしよ。はい。ブーンなし。あ、ブーンなし。やってみましょう。はい。じゃあ行きますよ。はい。はい、よーい。はい。お願いします。じゃあ、錦三丁目まで。はい。お願いします。まるまるタクシーのラオです。はい。お願いします。運転手さん、今日暑いね。今日お客さんたくさん乗ったの？運転手さん。運転手さん。運転手さん何、タクシー歴長い？運転手さん。運転手さん、これタバコ吸ってもいい？タバコ。後ろで。タバコ吸っちゃおうかな。運転さん。タバコダメですよ。あ、ダメなのね。運転さん、あんまり喋るのはあんまり好きじゃないタイプ。運転さん、名古屋出身？あ、違う。違うね。あ、違うね。ねえ、運転さん何歳？運転さん、全然喋んないわ、この運転さん。あ、ほんと喋らないんだ。あ、絶対に。何言っても。あ、そう。そうなんだ。俺さ、運転さん。橋本環奈の電話番号知っておいてほしい。あ、いらないんだ。ほんと。あ、女子に興味なし？あ、なし。あ、そっか。男性も？男性も興味なし。すごいね。運転さん疲れるでしょう。運転。俺ね、めっちゃめちゃいいマッサージの店知っとんだけど、行く？あ、行かないんだ。ほんと。お前、中国マッサージなんだけどね、1時間ね、全身やって4000円で、結構安いよ。行く？あ、行かないんだ。あ、そう。運転手さん、イエスかノーだけなんだね、もうね。
あ、イエスかノーなんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょ演技してないです、カズさんのあやずっとるだけなんですよ、今まあ、でも面白かったんですよ。面白かった。俺もこっちの役がよかったわめっちゃ楽でした。まあ、でも山口さんもよく喋っとった。よく喋ったですよね、うん、絶対ダメだと思っとったのに、うん、やっぱり喋らせないわ、面白かった。いや、喋らせないわあいつ人形だね。面白いじゃん。面白かったですね。よく分かってくれたね、これとか。そうですね。やっぱそう、ちゃんと、ま、周り見れとった。すごい、それすごい。すごいすごい。よくうなずいてくれました。そんな。まあこれも演者道ってことで。まあまあそうです、ね。面白いんじゃないですか。面白かったですね、確かに。ラオウ君と芝居するときはどうするんですか。ずっとこう。パンパンしてくる。いや、面白いじゃん。俺の目を見て下向いたら役者じゃなくて監督です。多分その役者道、監督道です。監督道、監督道。日本とブラジルの奇跡のタレントです。得意だと思う演技ってこういうこと言う人いない。結構だもん。やったことあるんだよ。やったことあるんだよ。寝坊しちゃった。店だって回ってないじゃないですか。多分女の子みんな思ってるんですけど。ラオウさん、ラオウ、無口です。